はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずっこです。それでは今回なんですけども、ローソンで集める今後のポイントは D ポイントからポンタポイントが有力。その理由やキャンペーン情報も含めて解説ということで、今回はローソンでのポイント集めに関する動画ですね。まあ、以前挙げたローソンのお試し会見もそうなんですけども、コンビニの中でもやっぱりですね、元のポイ活がかなり盛んなんですよね、ローソンって。 で、そのローソンで普段僕が貯めてるポイント、そして今後貯めていこうかなというふうに思ってるポイントを理由と共にお伝えしていこうかなというふうに思います。それでは行ってみましょうということで、普段ですね、皆さんローソンに行った時に普段貯めてるポイントって何貯めてますかね一応今現在では D ポイントもしくはポンタポイントが貯まるんですが、僕自身が現在貯めてるポイントは D ポイントを貯めております。 ですけども、サムネードタイトルにある通りですね、まあ、今後ちょっと貯めようかなっていうふうに思ってるポイントは、ポンタポイントにしようかなというふうに思います。で、そのポンタポイントにまあ切り替えようかなというふうには思った理由なんですけども、まあ、ここに出てる通り、まあ、規約などのまあルール変更ですね。で、僕がですね、まあ、その D ポイントからポンタポイントに切り替えようかなというふうに思った理由をですね、まあ、最近の傾向とともにお伝えしようかなというふうに思うんですが、まず一つ目、ここですね。 D ポイントと、ま、ポンタポイントの相互交換が9月の30日で終了しましたよということですね。ま、これに関しては僕が直接的に関わったというわけではないんですが、見ていただきたいんですけども、もともとその D ポイントもしくはポンタポイントってどっちかにその相互交換ができるようになってたんですが、これができなくなったんですよね。一応そのドコモ回線を持っている方であれば誰でもできたという感じなんですけども、それが9月の30日で完全に終了というふうになりました。 まあ、ここら辺りぐらいから、ちょっとね、ポンタポイントと D ポイントのなんかこう、動きがあるような感じになりましたよね。で、それが次の2番目なんですけども、D カード、そして D カードプリペイドなどの3%オフ、11月30日で終了ということですね。まあ、これちょくちょくね、動画でもお伝えしてるんですけども、それがこちら、D カードならローソン、ローソンストア100で3%オフということですね。これは D カードのクレジットカードを持ってる方とかね、 かなりこの特典に関しては愛用されている方も多いかなというふうに思います。ですけども、先ほどお伝えした通り、2020年の11月の30日月曜日のご利用分をもちまして、ローソン、ローソンストア100における D カード、DCMX カード、D カードプリペイドでお支払い時の3%割引を終了させていただきますということでございます。 これね、普段からね、もう D カードを愛用されてる方はかなりショックなニュースなのかなというふうに思いますね。まあ一応11月30日までではあるんですけども、もしかするとね、このためだけに D カードを作った方っていうふうな方も中にはいらっしゃるのかなと思います。僕は D カード持ってないんですけども、D カードプリペイドで結構この3%オフ利用してたので、結構ショックっちゃショックです。 で、次、最近の傾向3番目ということで、D ポイント投資の10月24日りルール変更ということですね。これどういったことかというと、 まあこれはちょっとローソンにはあまり関係ないかもしれないんですが、最近その D ポイント投資っていうね、D ポイントで投資できるサービスがあるんですけども、それがルール変更が加わるんですけども、例えば追加ポイントの上限変更ということで、これはあまり僕自身は関係ないんですが、変更前であれば最大で、まあ、99,900ポイントだったんですけども、変更後は20万ポイントということですね。で、次ここですよね。おまかせ運用の注文スケジュールが変更ということで、 まあ変更されるスケジュールは出てる通りなんですが、まあ、簡単に言うと今までその D ポイント投資はちょっと投資にしてはちょっと変わってるような投資方法でいわゆるその後出しジャンキーができてたんですけどもそれがちょっとできなくなりますよということですねなので今後は普通のまあ投資方法みたいな感じになりますでちなみに僕がこれまで D ポイント投資を使って 貯貯めたポポイインントトとして4643まりました、まあ結構ねいろんな方見ると、まあ、結構ねこのポイントに関してはしょぼいという風に思われるかもしれないんですが、まあ、これだけのポイントがあって僕としたらお試し機会券とかでも使うことができたので、まあ、かなり十分なポイントなのかなという風に思いますそして最後4つ目英雄ペの生活応援企画が優秀ということですね、まあ、これはねちょくちょく前ぐらいからね盛り上がってはいるとは思うんですけども 今現在 AUPay を使ってローソンで決済した場合3、3%分のポンタポイントの還元を受けることができます。で、その内訳なんですけども、どんな風になってるかというと、僕の場合、ここに該当するんですが、AUPay のコード支払いであったりとか、AUPay プリペイドカードで決済した場合、通常であればベースポイントの0.5%だけなんですけども、現在キャンペーン中ということで3、3%分の恩恵を受けることができます。 なので、もし AUPay を利用されている方、もしくは AUPay プリペイドカードをお持ちの方であれば、この3%分の還元を受けることができるので、なので、もし利用されている方はですね、これを優先的に使えば、ポンタポイントが溜まりやすいのかなというふうに思います。で、この生活応援企画が優秀というのもあるんですけども、さらにですね、プラスアルファのキャンペーンというのもありまして、 それがこちらですね。ローソンで iPhone 等をタッチして Apple Pay で決済するとポンタポイントがプラス5%還元というキャンペーンですね。まあ、こちらはね、もう iPhone とかもう iOS ユーザーだけに限るんですけども、このキャンペーンもかなりお得なんですよね。使い方によっては。で、さらにですね、それに加えて街カフェコーヒーの S サイズ1杯無料のクーポンももらえたりします。で、期間に関してはすでに開催中でございまして、2020年の11月の2日月曜日までのキャンペーンとなっております。 で、このキャンペーン大きく2つ特典がありまして、まあ先ほどお伝えした Apple Pay で決済したら5%分のポンタポイントの還元を受けることができます。で、実際にどんな風に使ったらどんな風にポイントがもらえるか、ここに出てる例の通りなんですけども、期間中税抜き500円の決済を6回行った場合、3000円分の金額になるんですけども、 これが16時から23時59分にお買い物した場合は、通常であれば24ポイントしかもらえないんですけども、さらにキャンペーン中の5%が加わるので、165ポイントがもらえるということになります。で、特典2つ目として、ローソンアプリで街カフェコーヒーの1杯無料クーポンというのがもらえます。で、キャンペーンの細かいところなんですけども、対象の店舗として全国のローソンとかナチュラルローソンが対象となります。ですけども、100円ローソンは対象外となりますので、ここはお気をつけください。 特定の付与なんですけども、まず一つ目、決済を必ず Apple Pay で決済する必要があります。ちょっとここはですね、細かいところは後ほどお伝えします。そして二つ目のコーヒーの無料クーポンなんですけども、ローソンアプリとポンタカードを必ず紐付ける必要があります。まあ、紐付けた状態っていうのはこちらですね、これローソンアプリとポンタポイントのカードを紐付けた状態です。でちなみにですね、すでに紐付け完了してる方は再度登録する必要というのがないので、もうこの状態であれば OK です。 で、このコーヒーの無料クーポンに関しては、2020年の11月の末頃にローソンアプリにて配布予定ということですので、なのでこの日あたりぐらいにまたローソンアプリをぜひチェックしてみてください。次3つ目、付与日ですね。これは2020年の12月の末頃に加算予定ということですので、まあ Apple Pay で決済したポンタポイントが、まあ忘れた頃に付与されるという感じですかね。で、対象外のものもあるんですけども、ここは気をつけないといけないですね。物理カードの提示とか、モバイルポンタの提示ということですね。 まあ普段ローソンでね、お買い物するときに、ポンタポイントのカードを提示すると思うんですけども、今左側みたいなカードを提示したりとか、右側のポンタポイントのバーコードを提示すると思うんですけども、これを提示した場合、なんとですね、キャンペーンの対象外となります。なのでせっかくね5、5%分の恩恵を受けることができるのにも関わらず、この状態で提示した場合は対象外となりますのでお気をつけください。じゃあどうすればいいのかっていうことなんですけども、その決済するときに、 Apple Pay でお願いしますという風に伝えるのがポイントとなります。で、もしその Apple Pay で決済するときなんですが、まあ、ご覧のようにですね、事前にポンタポイントのカードを Apple Wallet に登録する必要があります。まあちょっとこれに関してはですね、ちょっと僕がすでに紐付けているので、まあ、再度登録をするっていうことはないんですけども、もし登録方法などがわからなかったら公式ページのリンク下の概要欄に貼っておきます。で、実際にですね、どんな風にするかというとこなんですが、この場合僕はモバイルスイカを Apple Pay に登録してるんですけども、 お会計にて Apple Pay でお願いしますという風に伝えます。普段だったらね、Suica でお願いしますという伝え、伝えるところを Apple Pay でお願いしますという風に伝えたらどうなるかと言いますと、なんとですね、モバイル Suica で決済されたプラス、なんとポンタポイントのカードも読み込みが行って、決済プラス読み取り同時にこれが完了するということになります。これ面白いですよね。最初やった時かなり衝撃でございました。で、念のためどんな風に決済されるのか参考の動画がありますので、ちょっとそちらを流します。ちょっと過去の動画にはなるんですけども、 ぜひ見ていただければと思います。どうぞ。と,ういということで、ApplePay で決済した時の動画でございました。その時はですね、メルペイで決済して、プラス D ポイントカードをアップ a l レットに登録してたので、メルペイで決済されたプラス D ポイントカードの読み取りが同時に完了されたということでございました。 なので、魔法の言葉、アップルペイでお願いしますというふうに伝えたら、めちゃくちゃ決済が早くなります。で、ちょっと補足なんですけども、もしアップルペイで決済した場合、まあ、せっかくならね、お得な方法で決済するのが一番ベストだと思うんですけども、例えば今出てるのは、Visa LINE Pay クレジットカードですね。これをアップルペイに登録した状態で決済した場合、 ポンタポイントの今回のキャンペーンの5%分の還元があるので、実質8%分の還元を受けることができます。なのでね、普段からね、ラインポイント貯めたい方であれば、この方法も全然ありですね。そして次に、AUPay リペイドカードですね。<laughs> AUPay リペイドカードこの AUPay リペイドカードの場合なんですが、一応、 ご覧のようになります。aupay プリペイドカードの3%プラス、ポンタポイントのカード5%ということで、なんで aupay プリペイドカードが3%かというと、先ほどお伝えした生活応援企画があるので、これで3%分の恩恵を受けることができます。そして、これで Apple Pay で決済した場合は、実質8%分の還元を受けることができます。まあ、これはこれでめちゃくちゃお得ですよね。しかも aupay にはチャージ方法というのがいろいろあるので、まあ、aupay のクレジットカードであったりとか、あと Amex とかでもチャージできるので、 まあ、そういったねクレジットカードの恩恵を受けることができるプラス aupay の3%プラスポンタポイントの5%という感じなんでかなりね使い方によっては還元率を高くできるのかなというふうに思いますなのでね僕私はこういった方法で行ってますっていうのがあれば下のコメント欄にそういった方法を書いてみるのも面白いのかなというふうに思いますで最後にですね今回お伝えしたことをまとめですね まず、今後、僕自身は、ローソンで貯めるポイントは、D ポイントからポンタポイントにしようかなというふうに思います。まあ、皆さんこうしましょうというわけではなくて、僕の場合はこうしますっていう感じですね。まあ、普段からね、D ポイントをメインで貯めてますっていう方がいらっしゃったら、今後も変わらず D ポイントで貯めても全然問題ないです。僕もね、全然キャンペーンとかあれば、D ポイント優先で貯める時もあるかもしれないんですが、今の傾向で見ると、やっぱりポンタポイントにしようかなというふうに個人的には思います。 次二つ目はキャンペーン期間中はアップルペイとポンタポイントを紐付けした状態で決済をするという感じですかね。いやほんとね、先ほどお伝えしたこのアップルペイでの決済がもう早くて便利なので、もうローソンはこの方法が一番ベストだと思います。ちなみにたまった D ポイント期間用途限定のタイプに関しては、もう基本的にはもうポンカツで使います。いわゆるそのお試し機会券とかで消化しようかなという感じですね。 そして最後、ポンタポイントをさらに貯めたいならもうポイントサイトということで、もうこれはね、ちょくちょく動画でもお伝えしてるんですが、ポンタポイントを貯めるなら、もうポイントサイトの笑うを使うのが一番僕としたらベストなのかなというふうに思います。その理由は今出てる通りなんですが、もしこの笑うのポイントサイトで貯まったポイントを、まあ、いろんな方法で交換することができるんですが、 d ポイントとかポンタポイントにも交換することができます。しかも最小交換額として今出てる5000ポイントと出てるんですが、これは笑うであれば500円相当に該当するので、500円分貯まったらすぐにポンタポイントに交換できるので、僕は結構この方法で交換することが多いです。 なのでね、ちょっとポンタポイントをさらに食べたいなという方はぜひ笑うをチェックしてみてください。まあそんなこんなで今回はローソンで集める今後のポイントは D ポイントからポンタポイントにしようかなという動画でございました。いやほんとね、普段から、ね、D ポイント結構ゴリゴリ押してたとこではあるんですけども最近の傾向を見る限りはやっぱりポンタの方がちょっと今はちょっと強くなってるのかなというふうに思います。もちろんね、D 払いのお買い物ラリーとかで溜まったポイントとか対象の店舗で ローソンがあるんですけどもじわじわとやっぱりポンタがちょっと強くなってるような感じではありますねそしてまあ au とポンタポイントが一緒になったっていうのもね結構これは大きな要因になってるのかなっていうふうに思いますねまあ今後ね d ポイントとポンタポイントがどうなるかっていうのはちょっと僕自身も気になるところではあるんですが今後の動きにちょっと注目したいところではあります一応先ほどお伝えしたポイントサイトの笑う の登録がまだの方いらっしゃいましたら下の概要欄にリンク貼っておりますので詳細気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございましたあ、目に持ってませんからね